アテリチプテリチプオリラウタツィバーフィンランド内の位置、アテリチプテリチプオリラウタツアンカは、フィンランドラッピ県サブコスキにあるデータンチである。フィンランド語では35文字から構成される単語であり、フィンランド国内では最も長い地名である。また、ヨーロッパ全体で見ても2番目に長い地名となる。さらには、このデータンチから取ったアテリチプテリチプオリラウタチーバーというパブが、 存在していた。昔の話によると、このパブの店主は、もともと二つの店名案を考えていたが、そのどちらもすでに使用されてしまっていた。そこで彼は誰も使用していない店名をつけようとして、このデータンチ、アテリチプテリチプオリラウタツヤンカの名を冠したという。このパブはフィンランドで登録されている、商業施設としては、最長の名前であり、通常は、アテリチバーと呼ばれていた。 2006年4月に閉店。確かに、アテリチプテリチプオリラウタツイアンカという地名は存在するが、その語源はわかっていない。JNK、ラウタ、プリーという単語は、フィンランド語で、それぞれデータンチ、バン、半分という意味を持つが、それ以外の単語は少なくともフィンランド語において、何の意味もなしていない。 The Hatch c r a z i e s t n Names for Cities ARTICLEONKYSY.FI、e、ありがとうございます。